ジオの季節。福岡県のラジオネームあおたんさんは、今年の夏実家に帰省して車の免許を取りに行く予定。東京都のラジオネームミラクルさんは、サフィンに挑戦してみたい。そうか、私はね、今年の夏はお祭りに行きたいです。東京 FM からジオンがお送りしています。ジオンの季節、ジオンピョンです。6月は梅雨なので、やっぱりみんな早く夏が来てほしいのかな。私はね、今が好きです。梅雨っていうか雨が大好きなので、あとは夏はほら素敵だけど、なんかちょっと苦手なんですよ。暑いのがねちょっとダメなんで、でも早く来てほしい気持ちはちょっとあります。最近夏にこう絡んだメッセージが多いからちょっと紹介します。大阪府のラジオネームひーちゃんからです。ジオンピョンこんばんは。もうすぐ夏だね。夏になったら、したいことはありますか？ありますよ。先ほども言いましたけど、お祭りに行きたいってことで、前にはね、鎌倉の花火大会を、見に行きたいって言いましたが、具体的にやりたいのは、浴衣を着てこう綺麗に髪を結んで、なんか友達と、食べに行きたい。あとはゲームしたい。あとは最後に花火を見たい。いい？みんなやりたいでしょ？やろう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 。去年は私夏にいなかったんですよ、日本に。ちょうど夏終わりに来たので、あんまりそれをこう楽しむ時間がなかったし、あとお祭りも見たんですよ、一応こう通り道で。だから見ただけ。今年こそ、ぜひ必ず行きたいなと思います。それでは、今日の1曲目ですが、神奈川県のラジオネームとも、さんからです。僕は、この番組で流れる音楽もいいなと思って楽しみに聞いているのですが、選曲はスタッフさんがテーマを決めて、ジオンさんが曲を選んでいるんですよね。そうですよ。難しいテーマがいつもあるんですけど、今日はどうですかね。そこで今回はジオンさんがハマっているおすすめの曲を教えてください。おー、ラッキー。この曲はちょっとなんていうんですか、暗いっていうか、なんていうか、好きな曲なんです。トーブルのハビッツ。東京 FM からジオンがお送りしています、ジオンの季節。この番組ではリスナーの皆さんからのオーダーにお応えして、ジオンがいろんなことに挑戦していきますが、今日は、久々に電話をつなぎます。千葉県のラジオネームまいさんからです。これから2回目の実習があるんですけど、緊張すっごくしちゃってとっても不安なんです。ジオンちゃんは緊張した時どんなことをして緊張を解きますか？教えてください。緊張しちゃうね。何でも初めてのことは。わかるわかるわかる。何の実習なんでしょうね。気になる気になる。では電話がつながっているそうなんですけど、読んでみますか。まいさん、こんばんは。こんばんは。お元気ですか？元気です。ご挨拶お願いします。まいまいです。まいまいさん、大学生ですよね。はい、20歳、20歳。はい、そうです。今日はどこで何をしてたんですか？今日は実習行ってきたんです。あ、今日行ってきたんだ。はい。どうだった？責任実習で、大変でした。やっぱり緊張しちゃいました？今日も緊張しました。でも何の実習なんですか？保育です。保育。子供の。はい。子供好きなんですか？子供好きなんです。でも子供だったらさ、逆に緊張しなくないですか？なんで緊張しちゃうんだろう。なんか保育士の先生とか、そういうプレッシャーが、見てるプレッシャーがあって、緊張しちゃうんです。なるほど。はい。みんなが見てるから。はい。子供は、まいさんのことは好きなんですもんね。はい、もちろん。そうです。でも、ちょっと、先生嫌だって言われて、
お姉さん先生やだって言われたりします。なるほど。なんで、はい、それはなんでなの？それはなんかやっぱ先生の方が長く一緒にいるから、うん、子供とだから私が最近入ってきて、はい、いいっていうのはちょっとまだもうちょっと時間がかかる、うん、なるほど、はい、子供は何歳ぐらいなんですか？大体子供は2歳児です。あ、2歳？2歳に、うん、若っ。え、そんなえ、そんな赤ちゃんを見てるんだ。はい、見てるんです。あ、なるほど。そうかそうか、はい、私も緊張するタイプなんですけど、はい、あのちなみに私は緊張してないように見えるって言われてるんです。だから本当に嫌なんですけど、はい、でもその方がいいかもしれないなといつも思ってるんですけど、まあやっぱり私はどうしてもこう緊張してるときは甘いものを食べたり、はい、なんかこう深呼吸したりストレッチとかするんですけど、はい、今まではこう緊張したとき何をしてたの？今日はどうだった？失敗しました。失敗した、うん、やっぱり緊張してるからだね、はい、あとなんだろう、まだほら二十歳じゃないですか。だからあの子供にちょっと慣れてないんじゃないかなと思うんですけど、どう、うん、そこは慣れてないです。そうですよね、やっぱり、はい、ね、まだ若いから。だからちょっと考えてみたんですけど、はい、あの私がジオンが子供の役をやるから、はい、舞さんがこう保育士の先生の役をやるんだよ。それで、はい、あの制限時間は1分です、はい、それで私はわがままなチャイルドジオン、はい、だから私をあやしてみてください。はい、準備はいいですか？はい、わがままなチャイルドなジオンですよ、はい、じゃあちょっと頑張ってみて、はい、うん、頑張ります。じゃあよろしくお願いします。はい、先生どうしたの？しおんちゃん家に帰りたい。でもね、ママ今お仕事してるんだよ。ダメなの、お母さん呼んで。今すぐ、うん、今すぐ今すぐ。そうだよね、ママがいいよね。ママがいいの。歌歌おうか。歌？何の歌？うん、今さ、6月でカタツムリさんいるから。知らないの、そんな歌知らない。じゃあ先生歌ってみるから聞いてて。わかった。うん、でんでんむしむしカタツムリ。先生、お母さん呼んで。あ、そっか、お母さんがいいよね。そうだよ、うん、お母さんがいいのわかるけどね。お腹すいたの。お腹すいた？そうだよ。牛乳飲みに行く？牛乳は飲めないの、私アレルギーがあるんだよ。アレルギーって言葉よく知ってるね、すごいね、ジオンちゃんすごいね。そうなんです。だからお母さん呼んで泣いちゃうよ。お母さんね、お母さん呼んで、うん、お母さんもう少し行ってるから待ってや。ジオンちゃん一緒にさ、違う先生しようよ。え、あら、終わり？今やもん。終わったって、先生終わったって。でも、ほらほら、いや、違うの、私びっくりしたの。あの、舞さん、ちょっと今、はい、ちょっと先生終わったから。あのね、あのね、ちょっと切り替えほんと早、はい、は、私ね、わざとなんかすごいわがまましたんですけど、はい、舞さん、あんまり緊張してないでしょ、今。緊張してます。今すごい手震えてるんですよ。いや、めちゃくちゃ上手。本当に緊張してないように聞こえたの。本当に。だから私自分でもびっくりしたもん。あれあれ、どうすればいいんだろうって。だから納得したから、歌うとかいた時、うん、多分子供はそれでいいんだと思うよ。あとアレルギーとか言ってた時、うん、なんかびっくりせず、あ、そんな言葉してるね、うん、偉いねって言った時も、多分子供はさ、うん、そういうのを言われたらすごく喜ぶと思うんです。はい、なんだよ、うまいじゃん。上手じゃないか。いや、本当、本当に信じて。本当です、本当に。みんなびっくりしてる。本当ですか？うん、だから自信持って。はい、うまいじゃん、うまいじゃん。え、だからゆんちゃんに考えてるのが一番嬉しい。いやいや、そんなことないです。あの、これからはどういう先生になりたいんですか？誰からにでも好かれる先生になりたい。へー、すごいな。親からも素敵な先生になると思いますよ。本当ですか？ありがとうございます。本当本当本当、嘘じゃない、本当。
なんだ、私のさ、なんかいらなかったんじゃないですか、これ。いります。もうそのままでいいんです。欲しいね。だからこれからもまだあると思うんですけど、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。また実習結果、教えてくださいね。はい、教えます。じゃあジオンの季節もよろしくお願いします。毎日聞いてます。あ、間違えた、毎週聞いてます毎日やればいいもんね、うん、じゃあね、また。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、お送りしている曲はカニエ・ウェストのフィーチャリングダフトファンク、ストロングル。そうですね、この曲ね、聴くとさ、強くなれる感じしません？今夢を追いかけていく20歳の皆さん、頑張って強くなってください。東京 FM からお送りしているジアの季節、メッセージを紹介します。千葉県のラジオネームカラムーピーさんからです。ジオンちゃんこんばんは。昔プリンにお醤油をかけたらウニの味がすると聞いて、本当に？でも本当にウニっぽくて驚いたんですって。他には、どんなのがあるんだろう。夏におすすめの掛け合わせメニュー、実験してみてもらえませんか。わあ、ウニの味がしたって、すごい。掛け合わせメニュー、私ね、お、すごい、いいのこれ。あら、プリンが準備してるんですけど。私ウニ好きなんですけど、今私の目の前にプリンがあるんです。聞こえますか、プリンの音。プリンと、でもさ、この下のさ、甘いやつは混ぜちゃダメでしょ多分。この味がさ、キャラメルの味とか。じゃあちょっとジオンが今実験してます。醤油をかけました。おい、ちょっと待って、食べてみます。おい、これちょっとプリン久しぶりなんで嬉しいんですけど、すごい、あのね、口に入った瞬間ウニの匂いがする。でもちょっと経ったらしないけど、美味しいね、これ。ただのプリンが美味しいんじゃないかでも美味しい。いいなこれ。あ、こういうのがさ、何個かあるってことでしょ、掛け合わせメニュー。韓国にはさ、あんまないんです、こういうの。初めて聞いたもん。そうだ、私これを聞いてちょっと考えついたのは、まあ別に韓国のメニューじゃないけど、うちでよく食べてたメニューなんです。だから掛け合わせメニューかよくわからないけど、なんかいろんなものを挟んで食べたら美味しかったのがあって、食パンの上にいちごジャムを塗ります。塗ってその上に目玉焼きを、乗せます。そしてその上にケチャップをかけます。そして食べます。美味しいの、それが美味しいの。また小さい頃からお父さんがやってくれたんです。それで昨日 Q なんですけど、これの名前を私がちょっとつけたんですけど、聞いてくださいね。卵がいちごに出会った時どう？いいんじゃない？でも本当に食べたら、あ、なんでこの名前にしたかって、わかると思う。だからぜひ皆さんこれ、試してみてください。あ、そうだ、じゃあ皆さんも自分でこう試してみて、美味しいなと思ったその掛け合わせメニュー、教えてください。美味しいのね、お願いします。引き続き私ジオンに聞きたいこと、お悩み相談、また私ジオンに挑戦してほしいことや、紹介したいことなど、ジオンへのオーダーお待ちしています。今日もちょっと短いと思いましたが、また来週もよろしくお願いします。火曜日夜9時にね、お会いしましょう。ジオンピョンでした。山口県のラジオネーム不思議の国のアリスさんからです。ジオンちゃんが男役で好きな女の子に告白するシーンを聞いてみたいです。笑っ、そうか難しいこと言いますね。ちょっとじゃあ男になってみますね。うん、おい、俺のものになれどう、キュンときた男のジオンもうかっこいいでしょすいません。
またね、おやすみなさい。